デジコン電子株式会社は、愛知県一宮市富士に存在した遊戯銃メーカー、瀬戸幸男が1950年代に創業した。元はラジコン装置の製造販売を手掛けていたが、後に遊戯銃の製造販売に転じた。元はラジコン装置新機システムのメーカーであったが、現在では生産しておらず、入手も困難となっている。代表機種はデジコン7で、 これゆえに長時間飛行を試みる模型愛好家もいた。当時としての性能は非常によく無線装置の安定性があり、デジコンは落ちないと言われ多くの競技参加者が使用していた。ラジコン用プロポのメーカーとしては1960年代後半から70年代後半頃までが絶頂期であった。一時期スタンド競技出場者の90%以上が、 このメーカーのプロポを使用していた。創業社長の設計によるもので、下請けと外注をうまく使って、高品質な製品を送り出していたが、ラジコン装置の中身が、本当にすべてデジタル化イコールコンピュータ化していくのに、伴い市場を失った。1990年11月に遊戯銃の製造販売に参入した。デジコンのエアソフトガンは、すべて固定スライドガスガンである。 競技用と銘打ち、あえて、ホップアップシステムを搭載していない。単純で丈夫な構造ゆえに、炭酸ガスをレギュレーターなどで減圧せずに利用し、ボールベアリング球を発射できるように改造するものが、相次いだ。通常のモデルの場合 QJ が限度で、PV 式のカスタムガンには遠く及ばず、手動コッキングタイプのカスタムガンとさえ大した差は、なかったが、ハックメカトロが、 バランスバルブを発売したことで状況は一変、バレル長によっては 30J を超えることも可能となった。こうして同社の製品はそれまでアングラの極みのカスタムであった高圧カスタムを一気にメジャーなものとしたとされる。なお2005年に多発した違法改造エアソフトガンによる破損、負傷事件で使われたエアソフトガンの多くは デジコン社の製品が大多数であることが知られている。とはいえ、固定スライドガスガンとしての出来は良好であるとされることもあり、威力を低下させ、ホップアップシステムを搭載する改造を施すことで、サバイバルゲームへの投入も可能となる。もともと、デジコンイコールハイパワーで危険のイメージが根強く、反発を受けることもあったが、改正銃刀法の施行に伴いデジコンユーザーは、 さらに反発を受けていると言われる。時には、参加者のエアソフトガンはすべて測定するというルールで、ありながら、他社製の拳銃タイプのガスガンが、威力測定を免除され、デジコン製品のみ要求されるという事態すらある。また、改正法の施行を前に、回収型が出荷されたものの、対処方法が極めて単純であったためすぐさま、改造方法がインターネット上などに流布し、これに、 不信感を持ったガング流通はデジコン製品の取り扱いを控える方向に向かった。現在はユーザーやメーカー、ショップが適正威力に修正したものがオークションなどで出回っている。デジコン自身のハイパワー思考は未だに強いとされるが、無論現在は重道法違反となる 0.989J 以上のモデルは存在しない。だが回収を施しておらず、 純空気銃扱いとなるデジコン製品を所持している人は多いと見られており、すでに逮捕者も出てしまうという事態が発生している。また、重刀法に適合する改修を加えられたものの、構造が単純であることから抜本的な改造対策にはなっておらず、現在も強化改造部品を販売するアングラショップが存在している。アングラショップはデジコン製品対応とは明示せず、 汎用空圧部品の定裁を取っている場合が多く、取り締まりを困難にしている。エアガンの玉となる BB 弾には十数種類あり、同社もいくつかの種類を販売していた。その中には、通常の BB 弾が0.12から 0.3g に、対し、同社の BB 弾の中には 0.36g や 0.43g という超重量弾もあった。0 4 3ムの BB 弾には、 鉛が混入されているため、このような重量が可能となっていた。しかし、現在0 4 3ムと0 3 6ムの BB 弾は製造されておらず、入手が困難となっている。絶版及び生産終了品、未回収品は、改正重当豊富適合である。デジコンターゲットターゲットシリーズ構造がシンプルなのは、意図したものであり、企業としての技術力が低いわけではない。 短命の製品ではあったが、MP5 は、いわゆる BV 式構造としては、他社製品を含めた中でも、非常に完成度が高く、確実に作動する、セミオートや複雑なバースト射撃機構などよく、考えられたものであった。デジコン電子の製品を取り扱わないようにと、トン屋などに働きかけて、営業を妨害したとして、損害賠償を求めて、日本遊戯獣共同組合を告訴した。 一審は、デジコン電子が勝訴し、二審で和解が成立した。2003年6月には、殺傷能力を持つ、要改造可能な遊戯銃を販売したとして、武器等製造法違反の疑いで、滋賀県警生活保安課により家宅捜索を受けた。デジコン電子と同時に、改造用部品メーカーのハックメカトロと、部品卸業者の富士カンパニーも、家宅捜索を受けている。 2012年2月には、創業者の瀬戸幸男が2011年6月に死去したこと、妻が後を継いで2代目の社長となったこと、創業者の遺産のうち4400万円が、遺族から市宮市へ寄付されたことが報じられた。ありがとうございます。